アクセル・パトリシオ・フェルナンド・イッテ・ベーンはアルゼンチンのシンガー・ソングライター、アクセルとして知られるアルゼンチン・ブエノス・アイレス出身。1977年1月1日にブエノス・アイレス州のラファエル・カルザーダ生まれ、二人の兄弟と共にピアノのレッスンを開始。両親は音楽の愛好家で両親に励まされて育ち、8歳でアルゼンチンの音楽院ジュリアン・アギレに入学。 高校まで音楽研究に集中することを決め、一時的にミュージカルはやめていたが17歳で学校を卒業するとピアノの勉強を再開、音楽で生計を立てようと決心した。故郷に戻った後、彼はしばらくの間家業で働き、目標を追求する、次の機会を待つ。数ヶ月後、ケーブルテレビカナル26で放送された。 若者向け音楽プログラムのレポーターとしての仕事が提供された。アクセルによると最初のインタビューはフリオイグレシアスへのものですぐに彼はプログラムのプレゼンターになる。このプログラムは結果として彼にピアニスト及び通訳としてのスキルを公開する機会を提供した。ソニーミュージックアージェンティーナは彼に興味を持つがこれは ラテン系ポップスターに必要なすべての資質を彼に見たもので1999年デビューレコードラクラーベパラコンキスタールテと題してリリースされた作曲家としての彼のインスピレーションの源は自身の経験であり主に愛に関するものであるがアクセルは若いにもかかわらず歌を通して感情を伝えることができたのである2001年彼の2回目のスタジオ作品 ミホルマディアマールがリリースされるが、この成功は以前のリリースよりも大きかった。2003年、3枚目のアルバム、アームがリリースされ、アルゼンチン及びその他のラテンアメリカで成功を収める。2年後、彼は4枚目のレコード、オイを発表。プレートを構成する13曲は完全に彼によって作られており、愛のテーマ、非常に親密で個人的な物語をテーマにしている。 このアルバムの成功は、アルゼンチンでの販売で、プラチナの記録を上回り、200以上の賞で発表され、スペシャルエディションの CD および DVD 発売に、つながる。このディスク全体のプロダクションに加え、テアトログランレックスでのライブショーからのボーナストラック、およびクリップ、ライブビデオ、トゥデイの特別な録音方法を収録した DVD が発売された。2007年2月、 フェスティバルデビニア・デルマルで国際審査員として発表。2008年5月中旬、ウニベルソというタイトルの新しいアルバムを作成。作曲した14曲をフィーチャー。CD 制作は宇宙を記録し今後を研究によってアルゼンチンでパンダとして習得したフアンブラス・カバレロと一緒に同じアクセルの下にあったトム・ベイカーらとロサンゼルスで精密マスタリングを学ぶ。 3月31日には新しいレコードから新しいセレブラ・ラビーダの最初のシングルを聴きます。アルバムからカットした2枚目のシングルベルト・レールは2008年9月にリリースされ9月21日の週にアルゼンチンでレイジオピークに2009年11月21日にはブエノスアイレスでソールドアウトしたスタジアム・フェロのユニバースツアーを観光。 このアルバムから、アクセルは、ガルデルプライズ、MTVLA アワードベストサザンアーチスト、アワード40プリンサポリス、ショーモアザン AA ソングなどの重要な賞を受賞している。2010年6月4日に15万人以上が参加した、ラブフォーエバーという名前の最初の DVD をリリース。2009年1月25日に、 マルデル・プラタのパセオ・エルミタージュで行われたコンサートは10万人が参加。2011年6月6日にシングル、デ・ボイ・エア・マールがリリースされ、ラテンアメリカのラジオチャートのトップに踊り出た。2011年8月11日に、新しいサンディスクの最初のプレビューがリリースされ、リリースはアルゼンチンで認定ゴールドと、プラチナになる。 2011年10月24日に2枚目のシングルオールバックをリリース。その後アクセルはブエノスアイレスに別れを告げ、4人のルナパーク、約3万人の視聴者、4つの部門で完売した。2012年1月20日、3年前と同様にマルデルプラタのエルミタージュ美術館で15万人集めたコンサート。2012年3月22日には、 メキシコのルナリオを国立公会堂に登場。以前は地元で疲れ果てていたが、ステージでメルチェとノエルシャジリスに招待され、その年の7月4日、クラウディオ・ダイベーラが監督し、60年代に設定されたトゥーゥミムンド・クリップというタイトルの第3カット放送を開始。2012年の第2ステージでは、ラテンアメリカ全土をツアーする新しい3ツアーを作り、 アルゼンチンでのツアーで年を締めくくるが、アルゼンチンの、ザボイスである、ラボスのコーチであった。In 2014ヒメイドアンエクストラスペシャルアピアレンスアズ、アクセルインザテレノベラ、ミコラソンエストゥージョンウィッチヒオルソーシングスザテーマ、ソングウィズガールバンド界、バイザハンドオブザプロデューサージュアン・オソリオ、アクセルには、アグアダとアウレリアという名前の二人の娘と、 ガールフレンドのデルフィナ・ラウリアと一緒のフェルミンという名前の息子がいる。ありがとうございます。